今回はですね、変形膝関節症の最新情報を皆さんにお伝えしたいと思います、はい、変形膝関節症のっていうのは、姿勢が悪くなって膝が曲がってると大腿直筋で膝の上の筋肉がぐっと収縮を起こす、こう画像を見てるとですね、レントゲンでもそんなに変形が進んでないのに痛い、そんなに膝腫れてもないのに痛いとかで、軟骨もすり減ってないっていうの、なんで痛いのか不思議だったんですね、うん、実はですね、レントゲンでもなく MRI でもない、エコーっていう超音波なんですけど、うん、それが優れてきてだいぶ分かってきたことがあるんです、うん、室外化脂肪体、室外骨の室外骨の下にある脂肪体です、うん、結構鍵を握ってるんじゃないかって言われてます。これちょっと膝を横から見ると、膝が曲がってるとぐーっとこの大腿直筋が潰れてくるんで、こう押されてくるんですね、うん、でするとここの脂肪体がですね、もともとこう動くためのこう滑りを良くするためのものなんですけども、それがね腫れてくるんですね。ちょうどお皿の下の部分がぷっくりしてる方に該当しやすいと思います。でこの脂肪体っていうのはですね、あんまりこう刺激を与えすぎちゃうとどんどん膨れ上がってきて硬くなるんです、うんうん、でそれをですね、今回の体操でですね、こう緩めていくんです。ここには脂肪体っていうのは実は、ね、神経血管がいっぱい作れちゃうんで、痛くなりやすいんです。逆に言うと軟骨はあんまり神経血管がないんで、あんまり痛くないんじゃないかっていう説もあるんです。だからここが犯人じゃないかって言われてるんです、うん、それをですね、しっかり硬くならないうちに対応していった方がすごくいいと思います、うん、はい、でその体操っていうのは膝お皿回し体操ってちょっと名付けました、うんうん、はい、はい、ぜひちょっとケイちゃんやっていただきたいと思います。はい、やってきます、はい、それではやってみます。まずあぐらをかくような体勢になりまして、で片方の足を伸ばしきらない前に出すという感じです。でそしてこの膝のお皿、骨のところをしっかり持っていただいて、上下で左右、こう回したりしてほぐしてください。最初のうちはほぐせてる感じがちょっと分かりづらいところはあるんですけど、やってるうちになんとなく痛気持ちいい場所が分かってくるので、ゆっくり自分のいい場所を探してみてください。けいちゃん、はい、体操いかがでしたか？最初のうちは自分で動いてる感覚があんまりわからなかったんですけど、うん、難しいですよね、やってるうちにどんどん動いてくるのも実感してきて、うん、マッサージできたんで、うん、はい、隙間時間にやってみようと思います。スタートペインっていうんですけど、バスから降りる時とかですね、うん、こう動き始めが辛かったりするんですね、うん、今のような動きをその降りるちょっと前にやってもらうと、うん、スッと行きやすいんですね、うん、ぜひやってもらいたいと思います。あんまりこうやってて硬いなっていう方は、お皿の上の大腿直筋っていう筋肉があるんですけど、そこが硬い、疲弊するんですね、うん、前にこう体操やりましたけど、ああいう体操をですねちょっとやっていただいてもいいのかなと思います、はい、ちなみにこれってヌーブラですよねよく気づきましたね。私もいろいろ講演会とかいろいろここで話させてもらうんですけど、はい、気づいたの初めてですね。あ、はい、そうなんです。室外化脂肪体、最新ネタなので、うん、だからね模型がまだないんですよ。しょうがなくこうやっていろいろやったんですけど、このヌーブラがちょうど大きさもいいんですね。確かに。だから一人でもお店行ってですね、もう店員さんに変な目で見られながらですね私買ったんです、なんかありがとうございます。はい、はい、皆様もぜひ、はい、ステッチやってみてください、はい、また次回お会いしましょう。